ラパロ条約は、1922年4月16日、イタリアのラパロにおいて、ブレストリトフスク条約と第一次世界大戦に、基づく領土及び金銭に関する主張を互いに、放棄した上でドイツとソビエト連邦との間で成立した条約である。両国政府は、両国間の外交関係を正常化し、相互親善の精神により、 両国の経済的必要を解決するため協力することにも同意した。ラパロ条約とも表記される。1922年4月より、ジェノバで開催されていたジェノア会議が成立の契機となった。この会議では、ソビエトロシアの代表も招かれたが、帝政ロシア時代の対外債務の返還をめぐって、フランス代表と意見が衝突し、 この会議を通じたソビエトロシアへの国際的な承認も得られることはなかった。この会談の際、共にベルサイユ体制から除外されていたドイツとソビエトロシアの代表による秘密交渉が行われ、ソ連外務人民委員、ゲオルギー・チチェーリンとその交渉相手であったドイツ外務大臣、バルター・ラーテナウによって4月16日にラパロ条約が調印された。 ソビエトロシアの支配下にあるか、あるいはソビエトロシアが強い影響力を持つ、ウクライナ共和国、白ロ,ロシア共和国、ザカフカース連邦共和国を構成する、グルジア共和国、アゼルバイジャン共和国、アルメニア共和国及び、極東共和国の各ソビエト共和国に対するドイツの関係を認めるため、ラパロ条約を拡大する補足条約が11月5日に、ベルリンで調印された。 また、ソビエト領内でのドイツ軍の軍事訓練を認める秘密の付属条項が7月29日に調印されたが、これはベルサイユ条約の条項に違反することであった。秘密軍事協定は1923年に結ばれたとする主張もある。この条約は第一次世界大戦とロシア革命から続いていた両国の外交的孤立を終わらせた。両国とも ベルサイユ条約のためにかなりの領域と政治的影響力を失ったことからラパロ条約は西側に対してハンベルサイユ連合を形成することを意図していた西側には両国政府の国際的な立場を強化するものとして不安なことと受け取られたワイマール連合の一員であるドイツ社会民主党が ローザルクセンブルクとカールリー・プクネヒトの殺害を含めたドイツ共産党への残忍な抑圧に関与し続けていたにもかかわらず社会主義国との良い関係を交渉し維持するというドイツ政府の決定はワイマール共和国の多くの保守と極右のグループにとっても警戒すべきことであった。ソビエトの地位が強化されたことはポーランド、バルト三国及びフィンランドの懸念となった。 その対処として、防衛と外交で協力を強化する提案がなされたが、議会の反対に合い失敗している。この独ソ両国の連携は、1933年にドイツで反共産主義を掲げるアドルフ・ヒトラー政権が成立するまで続いた。なお、ベルリン条約で再確認されたが、独ソ間の信頼は1920年代半ばの、 ドイツのイギリスとフランスへの再接近によって弱まった。これにより、両国は軍事面などで連携を深め、ソ連はソビエト軍の訓練をドイツで行い、ドイツは航空訓練や毒ガス実験の場などをソ連から提供された。ハンス・フォン・ゼークトやマックス・バウアー、後のドイツ国防軍を担うベルナー・フォン・ブロンベルク、ビルヘルム・カイテル、ハインツ・グ・デイリアン、フー・ゴ・シュペルレなどが 当時のソ連と関係を持った。ドイツは将校によるソ連将校の教育を行い、以後ドイツ人による外国軍の訓練活動をトルコやボリビアでも行い、中華民国では中毒合作の形となり、軍事的な面以外に経済的な面でもドイツを支える基盤となった。ありがとうございます。